みなさん、こんにちは。ミルキーです。ということで、本日はですね、久々の100均動画あげたいと思います。で、本日はですね、ミルキー一押しの100円の商品をご紹介したいと思います。で、これなんですけど、これ絶対お得だと思うので、ぜひぜひですね、あの皆さん100円ショップちょっと足を運んでいただきたいなと思ってご紹介するんですが、そちらがじゃじゃん、こちらのですね、レンガシになります。で、レンガシって言われて多分分かる方は、あ、あれかっていうので分かる方もいるかなと思うんですけど、分からない方のために言うと、レンガシって何っていう方はこちらですね。じゃじゃん、そう、買ってきたものがあるので、こういう感じで、あのちっちゃいパッケージの商品が何個か、あの連連なっているお菓子のことをレンガシという風に、まあ、もしかしたらこれ業界用語なのか分かんないんですけど、レンガシという風に呼びます。で、このレンガシがですね、とダイソーで、100円ショップのダイソーで売ってるんですが、種類がとっても多くて、私の今 手元にあるのがこのベビースターいろいろっていうので、いろんな味のベビースターがあのつながっている、4つつながっているので、これで100円商品、108円になります。で、あともう一個買ってきたんですけど、じゃん、この小粒ポテコも、これも4つつながっていて、こちらもこれで1個で108円です。で、ちなみになんですけど、スーパーでこの小粒ポテコを買おうとすると、だいたい130円オーバーします。基本的には私のその地元のスーパーだと。なので、もう全然100円ショップで買っていただいた方が安いです。で、今日はこの2種類買ってきたんですけど、他にもいろいろ種類がありまして、ですね、食べっ子動物、あとはスコーンとか、あと、まあ、小さいお子様がいる方とかはボーロとかも、あのちっちゃいパックになったものが売ってるので、これはすごく重宝するんじゃないかなというふうに思います。あとは、あのお父さんのおつまみとかで、小粒の B の、あの B の大きい100円の大きい袋じゃなくて、ちっちゃいのが連になってるものも売ってますので、ぜひぜひですね、その他いろいろありますので、ぜひ100円ショップダイソー、まあ、多分お店によってその種類とかが置いてあるの置いてないのってあると思うんですけど、ぜひですね、あのお近くのスーパーと見比べていただいて、ご購入いただければなと思います。なので、とですね、シルクとかキャンドゥとかだとレンガシってあんまり売ってないんですよ。なので、ぜひレンガシを買うにはダイソーをご利用いただきたいなというふうに思います。ということで、本日はですね、100円ショップ久々の動画になりましたが、ミルキー一押しのこちらレンガシをご紹介しました。ぜひですね、お近くのスーパーと値段を見比べてご購入いただきたいなというふうに思います。ということで、気になった方はダイソーへぜひ足を運んでみてください。以上、ミルキーです。